はい、皆さんお疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録でよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。はい。いやー、最高ファイト興行じゃなくて、今日は明日のジョーメモリアルっていうイベントですね。一力ジムさんと、まあ、最高ファイトの、まあ、共同の興行っていうんですか？はい、これについてなんですけど、まあちょっと言わせてもらいます。はい。一試合目からまあ自分、大体見てたんですよ。まあすごいいい試合だったんですよね、どの試合も。セミファイナルが中止になったんですけど、その前の斉藤司選手とかの試合も良かったんですよ。まあ結構ね、KO も あって、まあポンポン終わってったんですけどね。まあ、一番期待してた試合ですね、メインの。田島満郎選手ね。はい。ここなんですけど、まあ今日の相手が韓国の4勝1敗の、キム・ジョン選手。うん。まあ見た目はめっちゃ弱そう。まあ趣味がアニメって書いてあったし。まあ満郎選手よりもかなり小さかったね。いや、これで、この試合やる意味あんのっていう感じで見てました。まあどうせ秒殺するんだろうなっていう感じで。まあね、ただね、それあったとしても、満郎選手って、まあ、結構数字持ってると思うんですよ。満郎選手見たいがために、多分後楽園にチケット買って行った人もいるんですよね、確実に。まあ俺もね、今日満郎選手が出るからってことで、アベマ TV、見ましたね。まあ、これね、試合結果で言うと、満郎選手が、なんと判定。判定が79対72。80対71が2人か。まあ3対0で、まあ対戦判定で勝ちました。ええー、と思いましたね。いや、これね、今1ラウンド目始まって、まあお互いに全然手出さないですよ。こんなジャブしか出さないですよ。あ、これなんか、うん、2ラウンドぐらいで決めるのかなと思ったら、まあ、ずーっと終始そんな感じで、結局最終ラウンドまで行って、あれ、おっかし、何これと思ったんですよ。お互いなんかニヤニヤしながらやってんですよね。変なステップとかしながら。これ何なのと思いました。いや、これはねえだろって。結局、最終ラウンドもお互いにそんなに手出さないで、終わっちゃったんですよね。え、マジと。これ、だから、満郎選手、どっか調子悪いのかなとも思ってたんですよ。まあ、そしたら、まあ、勝利者インタビューで、なんか、満郎選手は、まあ、俺、20日後も、20日後も試合があるから、まあ、今日は怪我しないようにやりました。え、何それ、マジと思いました。怪我しないようにやり、まあ、軽くやりましたってことですよね。それって何？練習なんですか？今日やったのは。いや、だってお金取ってるんですよね、これ。だから、後楽園、な、蜜露が見たいからって、もう1万円ぐらい払った人も多分いますよね。それで、怪我しないように力を抜いてやった？いや、これないでしょ。これ、ふざけんなよ。いやー、マジ舐めてるわ。これは、まあ、この、ジム側が、これ、なんかね、出場停止とかしないとダメですね。こんな選手を。だプロとして失格ですね、これは。いやー、これはダメでしょ。いや、俺もね、まあ、今日の相手は、まあ、絶対弱いから秒殺するだろうなっていう気持ちで見てたんですけど、なんだかんだ言って、満郎選手の、秒殺するのもね、俺は結構好きなんですよ。あれ見るのもね。だから、徐々に強い選手とやっていけばいいかなっていう目で見てたんですけど、いや、全くそのね、倒すっていう素振りも見せないで、そのまま終わっちゃったんですよ。まあ、途中なんかもう変なステップを見せながら、まあ、相手もニヤニヤしながら、いや、これはないっすよ。はい、そんな感じですね。
まあ、これなかなか言っても意味ないけど、いや、これはね、これちょっとなんかね、これ事務側も、これ、しっかりと指導しないとダメですね。いや、ちょっとがっかりでした。はい。まあ、そういう感じですね。いやー、相手が弱いなら弱いでもうね、秒殺してほしかった。もうね、本番で怪我しないようにやったとか、それ、お金出して見に来てる人いるんですよ。まあ、俺もね、今日実は仕事を早めに切り上げて、アベマ TV 見たんですよ。いや、がっかりだな。はい。まあ、この後ね、亀田光希さんですか？責任者は。これちょっと説明しないとダメですね。はい。まあ、三つ路選手も説明してほしいですね。この辺を。まあ、これお金払って見に来た人に対しては、どう思ってたのか。うん。この辺ですね。はい。ということで、ここまでとなります。はい。まあ、いろいろ思うことあると思うんですけどね。まあ、皆さんね。まあ、まあ、とにかく、続報待ちましょう。はい。皆さんね、チャンネル登録ね。あと、ツイッター、インスタグラムもフォローもよろしくお願いします。はい。はい、以上です。ありがとうございます。